今日の話題、三浦健太郎先生、高橋春人この日記はとっても難しいです。でも頑張ります。最近、三浦健太郎先生が亡くなりました。世界がびっくりしました。まだ若いです。今日 ミュル先生の感動について話したい私はミュール先生の漫画だけ読みましたベルセルクだけを読みましたベルセルクは最高の漫画の一つですベルセルクは深い漫画ですキャラをすごく考えました メルセルクのキャラは真の人々みたいです。メルセルクの駒は最も綺麗なな駒です。私としては時々吹き出しが不要みたい。ミュール先生はたくさんのことを見せるときに言葉がない。一番目の子の最後でガッツの顔を 私は忘れません。悪の笑顔をしながらガツは子供に「私を嫌い」と言った。あとで少女がガツの顔を見ることができないときにガツの顔は私が今までに見た最も悲しい顔でした。 私としては、これは典型の漫画です。言葉が必要じゃないときに、漫画は典型になった。これは私の目標です。たくさんのミュール先生のコマはとっても素晴らしい。ベルセルクの第一章から最後の章まで、 ミューレ先生の美術品が着々磨いていました。漫画では、三浦先生の振動に私たちは触れられる。ガッツは男性と体験の典型に定義しました。世界の中で、男子は男性と体験。 が最もかっこよかったです。まだ最もかっこいいです。ベルセルクはたくさんの私の大好きなシリーズを吹き込みました。ソウルシリーズとモンハンシリーズとかをミューラー先生の大作によって吹き込まれた。私は神様によって召されるときに 三浦先生に会いたいた日本語で私の感謝を表したい。どう思いますか三浦先生について考えてください。教えてください。